いわき市湯本にやってきました。今回の私のお目当てはこの河津桜です。思った以上に咲いておりまして驚いております。もうディレクター、今日の目的達成しちゃったんじゃないですか。頭で帰りますか。そしてね、今日はちょっとあいにくの雨なんですよ。皆さんに出会えるか不安なんですが、実はね、もうあそこに私のターゲットの方がいるんですよ。おはようございます。皆さん改めましておはようございます。おはようございます。今何中ですか皆さん。お花見ですね。お花見、はい、でもあの服装が作業着のような印象を受けるんですが、朝雨だったんでお仕事ちょっと急遽中止になりまして。あ、なるほど。今日来るんじゃないかと思って。あ、私を待っていたと。素晴らしい。ラッキー。休みってなったら何するんですか。いや、お花見です。お花見、ずっとここいるんですか。いや、何笑ってんですか。この桜って毎年この時期に咲くんでしょうか。うん、ここは早いですね。へー、もうこれって何分咲きになるんですか。五分咲きぐらいかな、今ね。五分咲き、放送が2週間後なんですが、持ちますかね。20度超えるかもしれないっていうことですね。これでも満開だってすごいちっちゃいようなあるじゃないからね。じゃあ2週間後も大丈夫かもしれませんよ皆さん。はい、ちょっとみんな入ってください。限界あるで、ちょっと後ろ、必ずこうする。ほら映って、はいはい、もう撮れてやめますか。いくよ、はい、はい、チーズ。いわき湯本で今から街ブラをするんですが、おすすめスポットとか。カメラマンですから。カメラマン、はい、何のスチル、静止画の方ね。動画はやらないんで。そうなんですか。行って自分も持ってくればいいじゃん。もちろんもちろん。吉田さん、カメラマンモードですね。一応着替えてみた。かっこいいですね。じゃあ吉田さん的な写真が撮れるおすすめスポットみたいな、そこで私の写真撮っていただきたい。神社、温泉神社。はい、じゃあ行きましょう。その神社って遠いんですか。この突き当たり行った左側。はい、お、歩いてる。今日はカメラマン同行ですね。はい。